住吉神社の裏を流れる赤市川、赤市大橋赤市川は、兵庫県南部を流れる二級河川。赤市川水系の本流である。加古川土木事務所が所管している。兵庫県中部、神戸市北区山田町愛菜に源流を発し、神戸市西区おしべだ二小畑の小畑駅の南で、君川と木津川が合流し、赤市川に平野町を経て、田松町で井川と合流し、 赤石市東部で、針真灘に注ぐ。流路延長二十六キロメートル、流域面積百二十六点七平方キロメートル。中流から下流にかけて、国道百七十五号が並行する。中流の平野町西戸には六百五十八年に、完成した、林崎祖水の取水口がある。括弧内は、流域の自治体加工より、被災体環境、赤石大橋。 カエー上西橋、新玉松橋、上明橋橋、田松橋、玉松,松大橋、中津橋、平野歩道橋、平野橋、常本橋、片田橋、和田大橋、藤原橋、原橋住吉橋,橋、中細田橋、高新橋、押尾海辺橋、大海寺,寺橋、南縁内橋、桜賀岡、岡橋、秋葉大橋、小幡橋、新三橋、木津甲賀協、など。 ありがとうございます。